おはようございます。よくいらっしゃいました。2018年も1月はあっという間にどっかに行ってしまいまして2月に入りました。まあ今年の冬は寒いですね。とにかくもうなんか寒さに耐えているうちに時間が過ぎていくというような感じですけれども、まあインフルエンザもねなんか流行っているということで、皆さん、この間礼拝終わって手洗ってくださいって言いました。帰って手洗いましたか？はい、結構です。今日も帰って手洗ってください。本人悪意はないですけどね、かかっていることに気がつかないですね、ということがありますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。たくさんのね、また嬉しい報告証がありまして、感謝であります。神様はお一人お一人の人生の中に働いておられるな。本当に神の御業がこの群れに集う方々になされているなということをですね、確認して感謝をいたしました。今日は皆さんもよく知っておられる、またとても、愛しておられるというか、多くの方が、愛称しておられるでありましょう。聖書の言葉を開きました。時にかなって美しいというテーマでありますけれども、まあこの御言葉がやはり終末ということとも非常に深く関わっているんですね。まあ、そういう意味で今日はお話をしたいと思いますが、伝道者の書、この私たちが今教会で読んでおりますのは新共同訳聖書でありまして、新共同訳聖書ですとこれはコヘレトの言葉という、本のね、この書簡のタイトルはそうなっておりますが、新改訳聖書では伝道者の書というタイトルで、まあおそらく、まあこの教会で新共同訳を使うようになったのは2000年からですから、もう18年目に入るんですけど、それでもなんとなく新改訳で育った人間は新改訳の癖が抜けないというか、僕も相変わらず伝道者の書って言ってしまうことが多いんですが、今日はあえてこの新改訳の伝道者の書の3章11節を選びました。その理由は後でお話をいたします。お読みいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。アーメン。時ということを考えるときにですね、まあ、2種類の、まあ、通訳するのはちょっと難しいかもしれませんが、2種類の、ね、時、まあ、2種類の時ってちょっと変なんですけども、まあ、2つの側面を考えなければならないと思うんですね。一つは、まあ、時間ですね。まあ、英語でいうとこのタイムでありますけれども、まあ、私たちは、時間の中に生きています。この時間というのは過去から現在未来へと、まあ、同じスピードでこう移っている。そして私たちは過去に戻ることも未来に行くこともできない、この、まあ、時間の制約の中にいるわけですね。しかしこれは決して、ただなんとなくここに時間があるということではありません。時間も神様によって、作られたものであるということを、覚えてください。時間も神が創造されたものであります。光をあれと神がおっしゃった時に時間も始まりました。だから光をあれと言われる前は時間はなかったんです。でも時間がないということは私たちちょっと想像できないですけれども、しかし光をあれと仰せられたこの世界が誕生した時から時間が始まったんだわけです。まあ、時間とともに世界は始まったと言っても良いかもしれません。時間も神の被造物であります。そして、神は時間を私たちに与えてくださっています。
生まれた瞬間から、そしてこの世を去る時まで、私たちに時間を預けてくださっています。等しくある人には、まあ、もちろんその人生の時間は違いますよ。その長生きする人もそうでない人もいますけれども、でも私の1時間は皆さんの1時間と同じです。テレビを見てても1時間、本を読んでても1時間、聖書を読んでも1時間、テレビを見てても1時間、何をやっても1時間は1時間、私の1時間と皆さんの1時間は同じですね。ただ時間ということからすると、神様は全ての人に等しく与えてくださっているわけで、で時間は神様からの賜物であります。皆さんはこの時間が神様から与えられている賜物だっていうことをどれぐらい感謝しておられるでしょうか。今朝起きて、ああ神様時間を与えてくださってありがとうございますって言われましたか。多分誰も言ってないでしょうね。逆はあると思うんですね。ああなんて時間がないんでしょうか神様みたいな、ね、もっと時間をくださいとかね、そういうのはあるかもしれませんけれども、でも、私たちは、まあ、少なくとも朝起きてから寝るまでのこの時間を神様から、もちろん寝る時間も与えられてるんですけども、時間を与えられていることを、まあ、もっと感謝しなきゃいけないと思うんですね、うん、そしてまた同時に神様はこの時間を支配しておられるということです。最初に申し上げましたように、時間は神様が創造されたものです。天地創造ともに始まりました。つまりそれはこの世の終わりとともに終わるわけです。神の支配の中にあるわけです。神は時を作り、時を保ち、そしてこれをやがて終えられるということですね。だから人間がどれだけ、賢くなろうが抗おうがですね、この時間を変えることはできないし、時間から逃れることはできません。時間の中に私たちは生きている、まあ、そのことだけでもこの神の御手というかね、神様の御手の中に私たちは生かされているということを覚えることができると思うんですね。で時間ということを考えるときに、もう一つの側面はタイミングですね。で今日読んだこの伝道者の書の言葉はむしろタイミングのことを言っていると思うんですけれども、まあ、その時々っていうか、があると。そして神様はこの絶妙のタイミングで私たちの人生に働かれるっていうことですね。で今日読んだ11節の前にこの神様の時がどのようにあるのかっていうことがリストになって記されておりますので、ちょっと読みたいと思います。聖書をお持ちの方は、開いていただいて、まあ、これは私は今新共同訳を今読んでいるので新共同訳で読みますけれども、13章コヘレトの言葉の3章ですが、何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時ですね。実はこのリストはこの新共同訳の方がとても綺麗なんですね。ただその後の11節を新共同訳は、神は全てを時義にかなうように作りと訳しているんです。神は全てを時義にかなうように作っている、まあ、時義にかなうというのは、まあ、絶妙のタイミングでという意味なんですけども、実はこの言語で見るとですね、これヘブライ語で書かれてますけど、ヘブライ語にはね、美しいという言葉が入ってるんです。美しいという言葉を作者は使ってるんですね。神の時は美しいと書いているんです。ですが新共同訳を訳した人は美しいという言葉を省いちゃったんですね。まあ、時義に、かなうっていうことで、まあ、意味はもちろんその通りなんですけども、やっぱり美しいって言葉を残してほしいなと思いますね。神のなさることは時にかなって美しい、まあ、この翻訳も綺麗ですけれども、
まあ、そういう意味で今日は新改訳を選んでいるわけですが、まあ、いずれにしても神様はこの生まれる時、死ぬ時、ね、植える時、植えたものを抜く時、あるいは崩す時、立てる時、その、まあ、人生の始まりと終わり、さまざまな出来事の始まりと終わりは神の手に握られていて、神様は絶妙のタイミングで私たちの人生においてそれをある時始め、ある時終えると。まあ一番は私たちの生と死ですよね。誰一人自分が生まれるタイミングを自分で選んできた人はおりませんでしょ。ここに神様と相談して、ちょうどそろそろいいので地上に行かせてくれと言ってきた人はいないはずなんですね。また終わる時もそうなんです。私たちはこれを自分で選ぶことはできません。まさにこれは神の時でありますけれども、しかし神様はこれを美しいと思えるほど絶妙のタイミングでなさるんだっていうことを言っているわけですね。神のなさることは全て時にかなって美しい。まあこれは私がここで偉そうなことを言わなくても、クリスチャン生活の長い方であればね、もうそういう体験をいくつもなさっていると思うんですね。本当にあの時は絶妙のタイミングだったら、ね、その時には分からなかったけれども、神様は確かにあの時に始めてくださったな、あの時に終わったのは神の時だったなということを私たちは経験し続けていくと思うんですね。そしてこの神の時というのは、まあ始まりと、特に始まりと終わりということなんですけれども、この終末ということを考えるときに、まさにこれは神が始められたこと、そして神が終わられることですから、最もその重要な終わりですよね。この世界の終わりですから、私たちの人生の一つ一つの小さな始まりも終わりも神様がその手に握っておられるんだとすれば、この世界の始まりと終わりを神の手に握っておられないはずはもちろんありませんし、私たちの人生の一つ一つを神様は美しい絶妙のタイミングで与えてくださるのであれば、この世界の終わりも最も美しい時に訪れるということになるはずなんです。ただなんとなく世が終わるとか、もう最悪のタイミングでこの世界が終わるということは逆に言えばないということですね。今年このシリーズを始めてから皆さんにお話しておりますけれども、終末っていうのは神様の恵みであります。言ってみれば最後の最大の恵みとして終末が与えられるんですね。ですから神様はそれを最高のタイミング、最も美しい時にこの世界に与えられるんだろうと思います。皆さんの人生においてさまざまな始まりがあり終わりがある、そして人生そのものも始まりがあり終わりがある。で、私たちのこの世界も神の手に握られて始まりがあり終わりがあるということですね。この私たちの中に始まりがあり終わりがあるということを思うと、この世界に始まりがあり終わりがあるということも別に不思議ではないとも言えるわけですけれども、まあ、いずれにしても終末は最も美しい時に訪れるということであります。で、先ほど読んだ言葉には続きがありますね。神のなさることは全て時にかなって美しい。その後何と書いてあるでしょうか。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないってですね。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。皆さん、この人の心に永遠への思いを与えられたっていうこの文章というか、この言葉をどのように捉えておられるでしょうか。永遠への思いを与えられた。これもやはり言語で見ますとね、その永遠への思いっていう言葉はないんです。言語には永遠を入れたとか永遠を据えたっていう表現なんですね。で、英語の聖書はこの辺をきれいに訳していて、ここに英語の聖書を引用しているのはそのためですけれども、 He has also set eternity in the hearts of men. 人の心に eternity 永遠をセットしたっていうんです。だからこの方がこうすっきりきますね。
永遠への思いというと永遠を憧れるとか永遠を思ってるっていうような感じですけど、そうじゃないんですね。もう永遠という、まあ、概念というかこの感覚というか永遠を感じる心というか、もうそれを神様は私たちのうちに入れられている。私たちはまあ、不思議なことにですね、この限りある生き物なんですけれども、この限りない世界とか無限とか永遠とかそういうことをこう無意識のうちにというかこう考えたり感じたりする生き物ですよね。ただもう私は生きて死ぬだけなんだから、もうこの 今さえ良ければいいと思う人はほとんどいないわけですよ、ね、やっぱり死んだとどうなるだろうかとか、あるいはこの自分が生きている世界の外側はどうなっているんだろうかとか、ね、永遠とはどういうものだろうかということをこう考える、それは神様が私たちのうちに入れておられるものなんですね。まあ、逆に言えば他の生き物は永遠の意識はないと思いますね。人間だけがその永遠というものを感じる、そして永遠を思って生きていく、ね、故に人はこう時を超えていろんなことを考えようとする。だから、まあ、自分は生きている時間は限られているんですけれども、時にその限られた生き物であるにもかかわらずそれを超えてね、時間を超えて、このいろんなことを探ろうとする、知ろうとするというそういう、まあ何と言いますか、そういう気持ちを持っているわけですね。しかし、ね、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないと、まあ、ここで、まあ、釘を刺しているわけです。神様が永遠を私たちの心にセットしてくださいましたけれども、でも人間がいくら頑張っても当然全ての神の御業を始めから終わりまで見極めることはできません。これは当然のことですね。私たちの時間は限られていますから。でもこの限られた時間の中で私たちは、ああしようかこうしようか、これを始めようかこれを終わらせようか、こういろんなことを考えて迷うわけですよね。でも私たちは全部を時を超えて知ることはできないわけですから、まあ、言ってみれば私たちの判断は限界があるというかね、そういうこう自分自身の人間の限界というものを知っておきなさいという意味でこの言葉があるわけなんです。一方神様はどうかというと、初めから終わりね、全てのことをご存知であって全てのことのできる神様ですから、その中で私たちの人生、一人一人の人生に絶妙のタイミングでことをなさるわけです。私たちは限られた知識、限られた時間の中で、まあ、足をこうしようということを考えている。だから私たちがやってることは限りがあるし、時には間違うかもしれない。でも神様のなさることはそうじゃない。でも私たちにはそれが、さらに言うとなぜ今のタイミングなのかということ、わからないことがあるんですね。でも後になって後になって、あ、神様のタイミングだったな、神の時だったなということがね、分かることがあると思うんですけれども、だから私たち人の判断には限界があるということです。限界があるにもかかわらず、こういかにもこう自分が分かっているかのように、未来が分かっているかのように、過去を理解しているかのようにしてしまうというところに、まあ、人間のおごりがあるわけですね。で今日読んだ11節のこのあと14節にも同じような言葉がありまして、ここにはこう書いてあります。私は知った、神のなさることは皆永遠に変わらないことを、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこれらのこのことをされたのだ、人は神を恐れなければならないと。なさることは皆永遠に変わらない、何かを付け加えることも取り去ることもできない。神の技は完全であって、その完全なる御業に人間は指一本触れることはできません。私たちは自分の限界を知り、自分の能力、自分の知識、知恵、時間に限界があることを知って、この神のなさる御業を受け入れる、それこそが信仰者の姿ということですね。で、神を恐れなさいと言ってるわけです。
神を恐れるというのは神に委ねて、そして神の時を待ち望んで神の時を祈るということです。なんで神様はこうなんですか、このタイミングなんですか、違うじゃないですかと神様に不満を言うのは、これは神を恐れていることにはなりません。神を恐れるとは、全てのことは神の手に握られていて、完全なタイミングで私たちの人生に神が働いておられるんだと信じて、それを受け入れることですよね。それが私たちに与えられている、私たち信仰者のなすべきことであります。神を恐れなさい。しかしこの21世紀、人間はわずかに過去に比べれば知識が増えました、できることが増えました。だからすぐに高ぶってね、すぐにおごり高ぶって、ああ自分で何でもできるんだ、自分で決められるんだ、自分の判断が正しいんだと思いがちなわけです。こういう時代に生かされていればいるほど、私たちはむしろ、あ、自分には限る、自分は限られている。まあイエス様もおっしゃいましたね、髪の毛一本を白くも黒くもできないのに何を言ってんだ君たちはと、ね、確かにその通りなわけですから。だから神様のなさることを、まあ時にそれは辛い、まあ受け入れることの難しい出来事もあると思いますね。それがまあ私たちにとって受け入れがたければがたいほど、いやこれは神の働きがそこにあるかもしれない、神の技だと、私の知識には限界、私は全てを知ることはできないんだからといって、この神を見上げていく、これが神を恐れるということだと思います。神を恐れる姿勢が人間から人類からどんどんなくなってます、ね、まあバベルの塔から始まってるっちゃそうなんですけども、人間はすぐにこの思いおごり高ぶってですね、何でも分かっている金をできる金にしてしまう。ですからこの御言葉によって生かされている私たちは、このことをくれぐれも気をつけなければならない。でもそういうことを言うとですね、へそ曲がりの私はすぐにこういうことを思ってしまうんですね。まあ中にも私以外にもへそ曲がりの人いるかもしれませんけども、じゃあ全てのことは神が決められた通りになってるんだったら、人間はただのロボットなのかと、まあ、神様は全部決めてやってるんだったら、まあ、人間はただのロボットだと、私は何も自分で決めたりすることできないのかと、あるいは人間にじゃあ決定する自由はないのかと思ってしまう。ありますよ、自由はね、神に背く自由さえ与えられてるんですから、私たち神様は私たちに神に背く自由さえ与えているんですね。もう最大の自由を私たちに与えてくださっている。でもここが不思議なところでね、人間は罪を犯してしまうほどの自由が与えられているのに、神様はその人間のまさに尻拭いをするというか、その私たちが行ってしまうありとあらゆる間違った判断や決断をもご存知の上で、最高の御業を私たちになさってくださるんですね。感謝ですね。そうじゃなかったら私たち生きていかれません。私たちの考えていることも判断も誤ってばかりですね。あるいは神様が全て思いのままにされるんだったら、人間は何もせんでじっとしてりゃいいじゃないかと。神様がされるんだったらもうじっと待ってましょう、ね、ただじっとしてりゃいいじゃない。これももちろん間違いですね。神様は私たちが何をすべきかということを御言葉を通して教えてくださってる、ね、もちろんその神の私たちに願ってらっしゃることを実行しつつも失敗することもあるし、判断を誤ってしまうこともある。でも私たちがそういう方向にあるときに、神様は当然働いてくださるわけですね。人は自分の意思で決定し行動する、あるいはしない自由が与えられています。何もしなくたって時間は経つ、ね、でも私たちは自由が与えられているからといって、ね、この自由を間違った方向に用いてはならない。あるいはまた自分の知識に能力に限界があって間違える可能性があるんだということを認めた上で、神を見上げていくということが私たちの神に対して向かこうなさるなすべきこと、神を恐れて生きていくということだと思います。
もう一度この言葉を読みましょう。神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠のへの思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることはできない。この聖句、特に後半はですね、私は読めば読むほどこのなんていうかジレンマというかね、矛盾を感じるんですね。神様はなぜ私の中に永遠をセットされたんですか。永遠をセットされたんだから、私たちはどうしても先のことも考えてしまうし、なぜですかとあなたに問いかけたくなりますよと。永遠のセットされないんだったらもうその時その時で終わってしまう。でもそうじゃないんですね。全てのことを私たちは分からないまま人生を終わってしまう。でも神様は全て時にかなって美しく技をなさっておられます。時にそれはあそうだなと思うこともあるし、分からないまま人生終わることもあるでしょう。もしかしたらね、分からないままの方が多いかもしれませんね。あるいは自分はそうだと思ってもそうではないかもしれない。言ってみればたくさんの疑問を私たちは抱えながらこの世を終わるんだと思うんです。なぜあの時だったのかな、なぜこの時だったのかな、なぜ神様はこうなさったのかな、ああなさったのかな。でもその疑問をですね、私たちは信仰というカバンの中に入れてこの世を歩んでいくんだと思うんです。私たちの信仰の中には神様に対する疑問が詰まっているんだと思うんです。そしてその疑問を最後に解かれる瞬間、その疑問に神様を答えてくださる瞬間、それが終末だということです。神様は大変だと思います。何十億何百億っていう人の疑問に全て答えていかなきゃいけないんですけど、まあ、でも神様は全てのことをおできになる方ですからね。でもその時を楽しみにして、ね、この御言葉を私たちは口ずさみつつね、時にそれは幸せな気持ちで、時にそれは辛い気持ちで、でも神のなさることは全て時にかなって美しいんだ、私たちはその全てを知ることはできないんだ、でもやがて神様はこれを全て種明かししてくださる、全て神の時であったということを私たちはやがて知ることができる。そういう意味でこの永遠への思いっていうのが大切になってくると思うんです。きっと神様は私にとって最善のことをしてくださったはずだと。でもそれが事実であったということ、それが私たちの知っていることは限られてますからね。それは神様の説明によって、ああだからこうだったんだということがね、分かる時が来ると思います。そのことを信じて私たちは信仰の歩みを続けていこうじゃないですか、ね、皆さんの心の中にクエスチョンマークたくさんあると思いますよ。私の心にもいっぱいありますよ。なぜですかと、ね、思うことはいっぱいある。まさにこのクエスチョンマークを抱えて生きていくということが、まあ、信仰生活だなとつくづく思いながらね、でも終末をまた待ち望む、永遠を待ち望む、ね、この、まあ、不思議な時間の中にね、私たちは生かされているんだろうなと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのなさることは全て時にかなって美しい。私たちはその美しさに気づくこともあれば気がつかないこともある、あるいは美しいと言えないような時もあります。でも神様、私たちはあなたを恐れ、また自らの限界、自らの弱さを、また罪深さを覚える時に、私たちの知れることは本当にわずかであり、また正しく理解することすら難しいものであることを覚えます。あなたの前にひれ伏してへり下って、あなたのなさることは間違いがありません。私たちはその技に足すことも引くこともできないものにであります、地の塵に等しいものでありますからと、あなたの前にひれ伏して、しかしまたやがてあなたが全てを解き明かしてくださる世の終わりを
待ち望みながらこの世の歩みを進めてまいります。願わくば主よ、私たちのうちにあなたを見上げ、またあなたのなさることの美しさに感謝する信仰を豊かに与えてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。